今有名企業の工場や施設の見学サービスが再び人気を取り戻しています。町の声を聞いても説明とかもなんかすごい演出がなんか多彩ですごい分かりやすくちょっと体験型のものとかもあるんですね。非日常を求めて、まあ、工場見学に行ったっていうのは大きいと思います。全自動な工場とかは見たくて行ってます。普段見せてくれないんで開放されてるとそれ自体そのものがもうプレミアムみたいな感覚です。消費者を引きつけるのは誰もが知るブランドの舞台裏です。キリンビールの横浜工場、醸造からパッケージまで一連の流れを90分で学べます。五感でこう感じていただけるような工場見学を目指しております。製造現場ではプロジェクションマッピングを活用。さらにすごいめっちゃビールの匂いがしました。ビールの原料であるホップや麦芽の香りと味を体験できます。そしてこちらは最大のこだわり、麦汁の一番搾りと二番搾りの飲み比べです。こっちが濃い、全然違うでしょ。一番は味が濃くて、二番は味濃くて匂いも少なしなかった。違いを理解したところで鮮度、グラス、注ぎ方などにこだわったビールが飲めます。まあやっぱ話聞いてから飲むと美味しさが全然違いますね。ちょっとこの後飲みに行きたいなって感じになって中村編集委員もツアーを取材、キリンの狙いをこう分析します。実際お客さんに近づいて生の声を聞く、生の会を聞くという接近性でコアなファンを聞く。でこのコアなファンからいろんなファンに広げていく。ここは多分工場見学の一番大きな戦略であると思うし、まあ、価値だと思います。この工場見学2022年のリニューアルに合わせて有料化にもかかわらず、今年の来場者は5万人と去年に比べて8割増えています。工場見学はお客様に直接ですね、ビール作りの奥深さでしたりとか直接お伝えできる大切なタッチポイントだと考えておりますので、大変貴重な機会だというふうに考えております。そしてインバウンド客を引きつけているのが白鶴酒造資料館です。最盛期がこのままで15万人だったんですけど、今年多分抜くだろうと思っています。6が日本人で4が海外の人だったんですけど、今は海外の人の方が多いかもしれないです。昔の酒造りの工程に従い職人が作業する姿を人形で再現。見て分かりやすいだけでなく、各コーナーにこの QR コードが置いてありまして、これを読み込むと15カ国語の言語での説明をしています。スマートフォンを活用し多言語に対応、日本の酒造りを伝えています。学んだ後はお待ちかねの利き酒です。ワンコインでおチョコ2杯分まで飲め、おチョコはお土産として持ち帰ることができます。 It's very good. It teaches you a lot and it's like very informative and like how the process is made and like the history of everything and the sake is really good too. ここでしか買えない限定酒も販売。日本だけでなく海外市場へのアピールの場にもなっています。こんな風にお酒作ってるんですよのを理解していただいて、その後に飲んでいただけば、まあ、さらに格別だと思いますので、
商品だけでは表現しきれないものを実物を見ていただいて、分かっていただければなと思います。ここからは今こそ行きたい大人の社会科見学100選を出版した宝島社ムック局第一編集部の藪下秀樹編集長にも参加してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですが藪下さん、はい、こうした企業の工場でしたり、はい、施設見学のどんなところに消費者は魅力を感じているんでしょうか。はい、コロナが収まって、プチ旅行ブームになってきているんですけども、手軽にまず非日常体験ができるというのが大きいと思うんですね。それでやっぱり、特に日本人なんですけどやっぱり好奇心が旺盛でやっぱりこう学びが大好きなんですけれども、そこでいろんな商品のこととか政治のこととか学べるっていうのも大きいと思います。であとやっぱりお土産もらったり、はい、試飲ができたり、ね、試食ができたりっていうなんかこの来場者に特別なその特典があるっていうのもやっぱりこれも大きいと思います。はい、どんなところがおすすめといいますか皆さんよく行かれるんですか。はい、私こう聞かれたらまずおすすめするのが埼玉県春日部市にあります、首都圏外郭放水路っていう、ここはもう本当にぜひ行っていただきたいんですけども、はい、洪水をですね防ぐための、もう本当に日本の土木水準の最先端を行っている施設です。実はタイムリーに私今日全然別の取材でこちらに行ってきたんですね。はい、本当にスケールがすごくてで今夏休みだからかお子さんの方もお子さんもすごくたくさん来ていらっしゃって、はい、で外国人も本当にすごく多くて予約がもう殺到しているっていうことをそうですね、おっしゃってましたね。はい、もう100段の階段をこう降りていくんですけども、その先にあるのが防災地下神殿っていう、もう本当にパルテノン神殿そっくりっていうですね、もう巨大な柱が59本立ってて、でその貯水超圧水槽っていう水槽があるんですけどもそこにこう洪水の時に水を流し込むんです。でそれをポンプで出すっていうもうあれはもうぜひ見ていただきたいです。こういったものに私たちの生活支えられてるんだっていうのを実感できるのですごくいい施設だなと思いました。はい、何かこう商品があってとかっていうのでもなくこうインフラを見るっていうそういったものも人気なんですね。はい、そうですよね。最先端のものを見るっていうのはやっぱりすごい刺激になると思います。なるほど。中村さんは人気の理由どう分析してますか。はい、ちょっと落ち着いたとはいえですね、円安でなかなか海外行きにくいなとかあと物価高ですよね。節約ということを込めて、安近短旅行という、そういう価値も、あるなと。安くて近くて短時間、そうで学んで賢くなれるということだし、近年やはり消費というのは個人消費と言われてましたよね。それは究極の美味しい体験ができるわけですから、なかなかこうお得なプチ旅行だなってことは言えますよね。はい、藪下さんいかがですか。もうおっしゃる通りですね。中央本線に伊沢温泉という駅があってそこから車で20分ぐらいのところに桔梗信玄餅工場テーマパークっていうのがあるんです。はい、でここが工場見学は無料でできるんですけども、その他にもカフェがあったりアウトレットモールがあったりとかあと袋詰めこれがもう大人気で朝の5時から並んで、もうとにかく7時にはもう整理券が売り切れるっていうもう本当に行って楽しいところです。これ企業側としてはどんな狙いがあるんでしょうか。そうですね、一つは当然ブランド発信ということですよね。ブランドとはどういうことかと言いますと、物語を知ってもらうという、そういう意味があるということですね。それから今までは製品中心だったわけですけども、さっき言うように、コアファンを作っていくと、ファンをいっぱい作っていくということですよね。で物接点があって、デジタル接点があってさらに超接近戦ということですかね。そういう戦いの中でどんどん浸透していくという、そういう手がありますよね。なんか国内外問わず外国人の方もかなりこういったツアーだったり、工場見学参加しているということですけど、やっぱり皆さん SNS とかで発見されてこられるんですかね。おそらく SNS だと思います。あと、無料で見学できるところもありますので、そういうところもやっぱりいろいろとお見かけします。はい、日本の企業に、ね、こう興味を持って見に来てくれるというのはすごく嬉しいことですよね。そうですよね。特にウイスキーとかってなると、もうこれはもう、もう本当に今ジャパニーズウイスキーが大人気なんで、もう本当に、そういう各国の言葉がこう飛び交うみたいな、そんな状況がなってます。はい、中村さん先ほどビールの、各社いろいろこう工夫をしながら工場見学されているってことですけれども、こういったファンをつけるという流れは、こういった業界ではかなり顕著なんですか。